プリンター。プリンターは印刷用の機器の総称である。印刷機などとも呼ばれる。本校では特にコンピュータからの情報の出力に用いられる機械について説明する。その他のプリンター、印刷機については印刷を参照。プリンターはコンピュータやワードプロセッサからの情報出力装置として古くから利用されてきた。用途に応じて 多種ような方式がある、下記参照。印字方式としては、インパクト方式とノンインパクト方式があり、かつては、インパクト方式である、ドットインパクトプリンターが主流であったが、1980年代から90年代を、境にノンインパクト方式ある、インクジェットプリンターや、レーザープリンターなどが、対等。2008年当初では、パソコン用プリンター出荷台数の3分の2が、 インクジェットプリンターであった。一般的に家庭及び小規模オフィス向けにインクジェットプリンター、企業向けにレーザープリンターという住み分けがされてきたが、近年では個人向けの安価なレーザープリンターも広がっている。また、急速に低価格化が進んだインクジェットプリンターでは、2005年頃からコピーやファクシミリ機能が搭載された複合機タイプが主流となっている。 コスト意識の強い企業向けレーザープリンターでは高機能複合機タイプからモノクロ単機能タイプまでの様々なラインナップが現在も共存している。テープに塗布されたインクを熱によって対象物に転写する方式で主に熱用油型と消化型とに大別される。テープに塗布されたインクを熱で溶かし紙などの対象物に転写する。 一般家庭にパーソナルコンピュータが入り始めた時代には安価なプリンターとして使われた。その後、ワープロ専用機、小型ファクシミリ、ファックス、ラベルプリンター、航空チケット印刷などに使われている。また、デカールの印刷によく使われる。日本ではマルスシステムによるキップ類や国内航空システムにおけるチケット発行プリンターに長らく使用されていたが、 前者は二式間熱紙の開発及び低コスト化、後者はシステムの小スペース、小コスト化などの理由から間熱式に移行されてつつある。顔料インクを用いるため耐水性及び耐光性に優れるが、カラー印刷の場合色の数だけ同じ手順を繰り返す必要があり、色数が増すごとに印刷に要する時間が長くなり、複数回の紙送りを繰り返すため、 色ずれが発生しやすいという端緒がある。インクリボンを装着せずに、観熱式プリンターとして、観熱紙に印刷できるものもある。インクリボンを使うタイプでは、インクリボンに印刷した内容が残るため、印刷した証拠、ジャーナルとして活用できる反面、情報漏えいの原因になることもある。インクに熱を加えて消化させる方式で、熱量を細かく制御することで、 インク量の調節ができるため、写真に近い画質を得ることが可能である。DTP 用や、フォトプリンター、ビデオプリンターがある。原理上染料インクが使われるために、熱溶油型よりも耐水性、耐、光性において劣るが、近年の消化型インクにはラミネーションを施すことより、耐水性、耐、光性を高めたものが主流となっている。加熱で変色する特殊な用紙。 関熱紙に印刷するための装置で、かつてはファクシミリの出力用に広く使われていた。現在でも家庭用ファックスやレシートに多いが、耐薬品性に乏しく、また、時間の経過により自然に変色や退職を起こすという関熱紙の性質のために長期保存に向かない。検飾剤を内包した関熱性、マイクロカプセルを使用する関熱紙もあり、 サーマルヘッドの熱量に応じた濃度の検飾剤を放出し、紫外線でジアゾニウム紙を分解することにより、定着する。フルカラーの可能なサーモオートクロームやジンクがある。導電性の加工を施した、専用紙、放電破壊紙の表層を放電で破壊することで、印刷する方式である。サイカラーが開発した方式で、光重号樹脂でできた、 マイクロカプセルの内部に、検色剤が入っており、露光することにより硬化し、加圧することでミルコーブの内部の検色剤が、放出され発色する。観光波長の異なる光重合樹脂を、y m s にそれぞれ使用することで、フルカラーの表示ができる。インクジェット方式とは、主に液状、時に、固体のインクを微粒子化し、加圧や加熱などにより、微細光から射出させる方式で、 近年、噴射光の極微細化が著しく、このために高精細な印刷結果が得られるようになっている。また、他の方式として多色化が容易で、多いものでは12種類のンキを使用し、微細噴射光とも相まって、銀園写真並みの高画質が見されている。現在の一般家庭向けカラープリンターの主流となっている。小型のものは、 家庭用や小規模なオフィス用として利用される。家庭あるいは小規模なオフィス用の廉価版複合機、複写機プリンターファクシミリ、イメージスキャナもこの方式が多い。また、大型のものでは1000ミリメートル幅を超える大版用紙への印刷のできるものまであり、在プロッタからの置き換えや巨大なグラフィックアート作成への応用など進んでいる。ほとんどの機種で使用するインクは 水昇陰気であり、一般論としては耐水性に乏しい。技術的には染料系、顔料系どちらの陰気も可能であるが、全般的には染料系陰気が多い。一般的に染料系は炎色性に優れ、顔料系は大、光性に優れると言われるが、近年ではその差はわずかなものとされている。また、顔料系の方が紙表面で陰器がにじみにくいので、 特に、モノクロ印刷では、高精細化に向くと言われる。業務用としては、耐光性に優れた、溶剤系のンキを使用する機種も存在する。縦横に並べたドットに対応する細いピンを、インクを吸着させた帯、インクリボンに叩きつけて、インパクト印刷する仕組み。この方式は、副写用紙への重ね印刷ができる、ほぼ唯一の方式である。これにより、 同じ文章を一度に打ち出すことができる。打撃に用いるワイヤピンは、磁気アクチュエーターにより高速で駆動される。このプリントヘッドには、釈放型と吸引型がある。また、印字するインクリボンの色を切り替える機構を持つことで、多色印字の可能な機種もある。初期のものでは1文字あたり8ピン、48DPI、最大では48ピン。 360dpi 程度のものまであった。16ピン仕様の製品が登場してからは漢字の印刷が現実的となった。現在は24ピン、180dpi がほとんどである。かつては事務用から家庭用まで広く使われた。だがドットを構成するピンを叩きつける構造のため、作動音が大きく騒音防止のために プリンターや用紙一式を収納できる防音カバーも市販されいる、高精細化にも限界があり、ほとんどの用途で他の方式、主に家庭用はインクジェットプリンター、業務用はレーザープリンターに置き換えられている。現在ではプリンターとしては ATM などでの基調や副写用紙、ノーカーボン紙等への重ね印刷に用いられる用途がほとんどである。だが、 他のプリンターと比較して電力をさほど消費せず、またこの方式に用いるインクリボンは乾燥に強いという利点がある。従って待機時間を含めた長時間作動での維持負担が少ないた、アラーム記録、これは連続紙を利用するという点も大きい。アナログ式のタイムレコーダーや各種測定器など時間計測に用いる場合、重宝される。 ドットインパクト方式ではないプリンターを総称して、ノインパクトプリンター、略して NIP と呼ぶ。しかしながら、一般に NIP と呼ぶ場合、連続長表を用い、鑑式電子写真方式で印字する方式のプリンターを指すことが多い。一般的には、レーザープリンターとして知られる。帯電させた観光体にレーザー光などを照射し、顔料を粉末。 トナーを付着させ、用紙に転写した上で、熱や圧力をかけて定着させる方式であり、これは静電写真やゼログラフィーとも呼ばれる。原理としては、乾式の複写機とほぼ同じである。観光体は通常、ドラム上で、この表面を光で操作しつつ回転させ印刷を行う。観光体への書き込み光源としては、レーザー光源だけでなく、発光ダイオード、 LED を用いることも可能であり、この場合には LED プリンターと呼ばれる。消耗品である観光ドラムの耐久性をトナーの補充頻度に見合う程度にまで下げ、ドラムとトナーと一体の部品として交換する方式が主流である。その一方で、ドラムの耐久性を高め、トナー容器のみの交換が可能な設計とすることで、運用経費の低減を図る動きも見られる。 用途としては、主に業務用で利用される。業務用の複合機、複写機プリンターファクシミリ、イメージスキャナは、この方式が多い。この仕組みによる、フルカラー印刷には、タンデム方式と、4サイクル方式とがある。一般に、この方式のプリンターは、他方式の多くと比べ、構造が複雑で、また、個々の部品に対してより高い品質が要求されるため、 製造費の高い装置である。しかしながら、ここ数年は、急速に価格の低廉化が進んでおり、個人用で利用されるケースも増えている。タイプライターのように、文字ごとの字母の活字を紙に打ち付ける方式である。一般的なタイプライター同様の腕の先端に、活字を植えたものや、球面に活字を植えた、IBM セレクトリックタイプラタ方式と呼ばれるもの、円盤に放射状に、 活字の植えられた腕を配置したデイジーホイールプリンター、活字を環状一致列にしたベルト状のもの、円柱形の ASR-33 など、各種の方式がある。英数字のみの文書、プログラムリストの印刷などに用いられた時期があるが、印字音が大きいという欠点があり、他のプリンターの印字品質の向上と共に使われなく、なった。方式にもよるが、多くの場合。 活字群のセットの英数字にさらにカタカナを加えると、文字数が多くなり収まらず、日本語のひらがな、カタカナさらに漢字の印字は、ドットインパクト方式の出現を待てなければならなかった。活字プリンターの歴史は古く、第二次大戦前から、モールス符号を一旦参考テープに取りそれを、紙テープに印字するものから、テレックス通信、五単位防符号での、 印刷原信としては、すでに第二次大戦の1921年頃の、モークラム、テレタイプ、シーメンス、ホイートストンなどから、テープ式、ページ式活字プリンターが作られた。特に第二次大戦中に米軍が使用した1930年からの、テレタイプ射精一型機は、タイプバー式ページ印刷方式のもので、約20万台作られた。 15型と併用された1925年からの14型機は参考テープに印字もするもので自動テープ送信のため使用され両者が合体したものが1942年からの ASR-19 である占領下 GHQ で最初に見られたのは1949年その後1951年に信頼性の高い28型機 ASRKSR ロが出現し、日本でも新聞社や放送局や商社で数台から十数台が24時間新聞伝報を打ち出していた。7単位アスキー符号を用いる1963年頃に出現した ASR-33 がテレタイプ社から出てからは5単位棒符号機は臨時文字の種類の少なさから次第に使われなくなり、 ASR-32 と KSR-32 が5単位符号機としては最後のものとされた。ASR-33 はプラスチックカバーで覆われるなど金属カバーの重厚な5単位符号28型機と比較して劣るとされたが、ASCII 符号のページプリンターとしては以後標準的存在であった。展示プリンターとは様々な方式により展示を紙、 展示用の専用紙である場合が多いに出力することができるプリンターのことである。従来、展示機などを使用して、展示を一文字、六つの点で一組ずつ紙に作り出していた作業、展示を専用紙に点筆、鉄筆状の器具で打つ。表に出っ張った点が出るを、コンピューターを使用することで手軽に、展示役及び展示書籍を作れるようになった。具体的には、 ワープロで作ったテキスト文を転訳ソフトで変換し、展示プリンターへ出力という流れであるが、従来より極めて短時間で紙へ出力できるようになった。印刷方式は、ハンマードット方式と呼ばれる方式や、特殊インク、印字すると、展示の凸の形にインクが膨らむを使用するものや、3D プリンターの技術を応用したものなど様々な方式がある。 一番一般的なハンマードット方式の場合、ピンで専用用紙を叩いて、凸をつけて点字を作る。また、用紙の種類も、連続用紙に点字を打っていくものと、単表ずつ印字していくものがあり、一般には、片面印字のみのものが多いが、両面印刷ができるものもあり、両面印字の方式には、表ページの行間の裏面に打っていくものと、表面の点字の文字間に、 裏面の展示が打たれていくものなど、様々なものが発売されている。叩いて打っていく方式のため、インジ音が想像以上にするので、防音室や防音ボックスが必要なほどの製品も存在する。プロッターあるいはプロッターは、設計図面のような点や線を描くことを目的とした装置である。通常は、HPGL のような図形処理言語を用いて、 X と Y の座標を指定して作図するので、X、Y プロッタとも言う。描画にボールペンやインクペン、シャープペンシルなどを記録しに、相対的に移動して作図するものをペンプロッタと呼び、ペンを使わずラスター描画するものをペンレスプロッタと呼ぶ。また、ペンの代わりにカッターを用い、カッティングシート等を切り抜くことを目的としたカッティングプロッタがある。 ペンプロッタには、記録紙を平らな台に固定し、ペンを縦横に移動する、フラットベッド型の他に、両端に、連続穴の開いた、記録紙を、スプロケットのついたドラムで移動する、ドラム型、記録紙を上下からローラーに挟み、摩擦で移動する、ペーパームービング型といった形式がある。いずれもペンを上下させながら記録紙に対して、物理的に相対移動して作図するので、時間がかかる。 動作音が大きい、使用するペンの種類によってはペン先が摩耗して、線幅が安定しない、といった欠点があった。プリンターの描画性能が劣っていた頃には、綺麗な線を描画できることで、図面出力用機器の標準として使用されていたが、徐々に、大型インクジェットプリンターなどに置き換えられ、現在では特殊な用途以外は使われなくなっている。ペンレスプロッタには、インクジェットプロッタ、 感熱式プロッタ、静電プロッタ、レーザープロッタ、LED プロッタがある。ペンレスプロッタはペンプロッタの置き換え用として開発されてきたが、印刷機構的には通常のプリンターと全く同じであり、HPGL などペンプロッタと共通の制御コマンドを使用できることよって通常のプリンターとの差別化がされていた。しかしながら、Windows の普及やプリンタードライバの進歩によって、 図面出力において制御コマンドを意識する必要がなくなり、ペンレスプロッタという分類自体ほぼ消滅した。カッティングプロッタは印刷機というより加工機の分類に入る機械であり、看板の作成や医療用型紙の作成など、業務用分野で今も盛んに使用されている。1文字の印字指令が来るたびに、現在の印字ヘッド1に印刷する方式。 一般的には、開業、または復帰開業指令を受信するまで印字バッファーに蓄積し、行単位で印刷を行うことにより印字を高速化するインパクトプリンターを用いた方式。メカニズム的には、ドットインパクトプリンターやインクジェットプリンターもシリアルプリンター方式であると言える。a s r 十三など、活字方式プリンターをキーボードと組み合わせた端末で、 一般的な方式。技術開発により、などの機能が追加されている。左右に高速移動するピンを数十個配置し、インパクトにより、同時に多くの文字を印刷する方式。1秒文字数分のインジヘッドを並列に備え、1回のインジ動作で1行分を同時にインジできる。インパクトプリンターのことを指す。インジヘッドを高速で循環させて、適切な事母が、 適切な行位置を通過する際に、ハンマーで叩くことで印字する。ピン全体、ハンマーバンクと称されるが左右に移動することにより、文字が形成されてく。そのため、毎分数百行の印字が可能である。副写を要するもので、大量に印刷を行う際などに使用される。字母の数に制限があり、開発当初は事実上、アスキー文字と金文字程度しか印字できなかった。 もっとも、現在では改良され漢字印刷に耐える機種もある。詳しくは、下記、日本語、ラインプリンターを参照。印字時に、ガシャガシャとハンマー音がする機種が多い。また、この騒音が、比較的大きい。これを防ぐため、設計上、装置全体が箱で囲まれたような構造になっていたり、防音カバーを備えているのが、一般的。 印刷ヘッドが高速で往復する、インクジェットプリンターも動作の上ではラインプリンターの一種である。ラインプリンターと比較し漢字が印字できることから漢字ラインプリンター、KLP とも呼ばれる。ページプリンターは1ページ単位をまとめて印刷するプリンター。一般に乾式コピー技術を用いトナーの定着、熱源にレーザーが使われることが多かったため、 レーザープリンターと呼ばれている。連続帳表を用いることができず、単表のみ印刷可能なプリンターは皆ページプリンター方式と呼ばれている。高速で静かな動作音であるが、装置やメンテナンス費用はやや高価。カラーページプリンターもある。印字速度は、プリンター内部でのイメージ展開の性能に依存する割合が大きい。文字中心であれば短時間で、 出力されるが、イメージ画像を出力する場合は、多くの時間がかかる。値段の高いものでは、イメージ展開を行うマイコンチップを高性能化して、高速で出力できるようになっている。その他、定着機構の性能も、臨時速度に影響する。一般に、高速に印字しようとすると、用紙の定着機通過時間が短くなるため、 定着器をより高い温度に維持する必要があり、きめ細かな制御が必要となる。連続したネガフィルム、またはポジフィルムに直接レーザー光を当てて印字するもの。レーザー光で観光した後は現像作業が必要になる。主に新聞社で使用されている。また、臨転機用のバンの作成にも使用される。ユニバーサルシリアルバス、USB。 セントロニクス仕様、IEE1284、パラレルポート、シリアルポート、RS-232C、RS-422、GPIB RS、GP IEE1394 などがある。従来は、パラレルポートや、マッキントッシュでは、RS-422 が主に使われていたが、現在は、USB 接続が主流。最近は一部メーカーでは、 無線 LAN に対応した機種も存在する。ただし業務用、オフィス環境では内蔵プリントサーバー機能によるネットワーク接続、TCP、IP などが主流となっており、共有プリンター以外でのローカル接続、PC とプリンターを1、1で直結せる方法はあまり見られない。また単純なネットワーク接続、TCP、IP 接続ではなく、 共有プリンター形式での接続も多く用いられる。これを行うことにより、プリンターを接続したサーバー PC に、各種 OS のドライバーを一括して持たさせることが可能になる。クライアントとなる他の PC は、サーバー PC が保持しているドライバーをインストールでき、個々の PC にドライバ CD を渡す必要がなくなる。つまり、ドライバ管理が非常に容易になるという利点がある。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。